ひろいともノブです。ひろいともノブチャンネルはファンサポーターさまざまな方からお便りをいただいて、それに僕が答えていく番組です。では、ボリューム12やっていきましょう。よろしくお願いします。結構飽きましたね。ゴールデンウィークの連戦で、まあ、あわよくば収録したいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり時間的なところと、まあ、あまり余裕っていうのが精神的にもなかったので、この連戦終わりにやっぱり撮ることになりましたね。はい。ひろいともノブチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りします。早速試合を振り返りたいんですけど、4試合も溜まっちゃって、ゴールデンウィーク一発目の琉球戦あたりはもうあまり覚えてないですね。まあトータルで、琉球、大宮、新潟、山口と見ていくと、新潟戦以外は、まあ新潟戦も含めてですかね、どのチームにも完敗とかそういうわけでもなく、まあどちらかというと自分たちのミスだったりとか、まあちょっとしたところから、リズムを失ったり、まあ失点を、重ねてしまって、でトータル1勝1分け2敗という、まあ、試合結果になりましたね。まあちょっと自滅感はあったんですけど、まあいろいろ選手同士で少しミーティングをしたりとか、まあ連戦の中でも雰囲気だったりね、やれることっていうのは選手の中ではまあやっていたんですけど、なんだろうな、まあやっぱりこういう時期はまあ絶対来るなと思ってたんですけど、まあ最後のね、あの山口戦はまあ本当にどっちに転ぶかわからないゲームでしたけど、なんとか勝てたっていうところで、またチームがなんかメンタル的にもね、上向いていくといいのかなとは思います。あの試合内容とかは決して悲観するものではないと思っていたので、まあやれることっていうのもチームとして増えてきていますし、やれる選手っていうのも、まあ、昨シーズンと比べるとね、人数っていうのも増えてきているので、まあ少し怪我人が出てしまいましたけど、あの総力戦というところで頑張っていきたいなと思います。まあ何よりですね、まあ、ホームの山口戦で西武緑地公園での初勝利っていうのは、今シーズン初勝利が取れたのでね、そこはやっぱりすごい嬉しかったですね。まあ僕自身はあの出場機会っていうのはなかったんですけど、あの4000人今季最高のお客さんに入ってもらって、ああいう劇的なゴールっていうのは、やっぱり感情をこう揺さぶられるというか、あの時のスタジアムの一体感だったり雰囲気っていうのはやっぱり素晴らしいなと思いましたね。まあ、初めて見に来てくださるお客さんも多くいたと思うので、まあ、そういう方にとっても、まあ、印象深い時間になったと思いますし、まあ、また足を運んでもらえたら嬉しいなと思います。毎試合ね MVP とかやってたんですけど、ちょっと山口戦だけやります。山口戦、あの MVP はキーパーのユートですね。はい。龍平はもちろん素晴らしいカウンターを決めてくれた勝利の立役者だと思いますけど、点も取ってくれて、まあトータルで見るとユートが何本か危ないシーンを防いでくれたの、かなり大きかったかなと思います。まあ徳島のね、とのあのシーズンの開幕戦からすごいあのいいパフォーマンスをずっと続けていてですね、なんだろうな、去年の終わりに、まあ、オペしたんですけどね、まあそのリハビリも兼ねてオフシーズンもほとんど休まずにトレーニングを続けてきた姿を見ていましたし、今もそのリハビリで掴んだ、まあ、いい感触、まあ、トレーニングの内容とかっていうのは継続してやっている姿っていうのは見えるので、はい、このままユートもですね、怪我なくいい状態をキープしたままやってくれると、まあ、ユートにとっても、まあ、僕たちチームにとっても、いいシーズンになるんじゃないかなと思いますね。まあ、相手はセンターバックの渡辺選手がやっぱり効いてたかなと思いますね。あの流れの中で、まあ、崩されるっていうシーンはほとんどなかったんですけど、まあ、渡辺選手はやっぱり左右両足正確なボールを蹴れますし、まあ、ほとんどミスもなかったと思いますね。ビルドアップに関しても、まあ、また潰しとか、まあ、高さの部分っていうのも良かったですし、まあ、セットプレーでの山口はチャンスが多かったと思うんですけど、まあ、そういうところでしっかり存在感っていうのは出してきてたのでね、負けるとしたらセットプレーとかそういうところだったので、まあ現に入りそうなシーンもありましたしね、まあ、そこはすごい驚異的だったかなと思いますね。はい、いいっすかね。もうちょっと琉球とか大宮とか新潟は、まあ、いいシーンはもちろんありましたけど、まあ、反省点も多く、はい、ありました。この辺はしっかり積み上げてやっていきたいと思うので、ちょっと尺的にも割愛させていただきます。
じゃあ次は質問に答えていきたいと思います。まずですね、みんみんつえさん、スパイクの色は選手によって様々あると思いますが、試合中に色で選手を認識することってありますか？チームメイトがカラーチェンジした時はチェックしますか？観戦している時、色で選手を確認することが結構あるので、試合中の選手はどうなんだろうと思ったので。どうですかね、練習のスパイクの色と試合の色で変わる選手もいますし、あんまりスパイクの色ではチェックはしてないですね。チームメイトがカラーチェンジしたのも僕はそんなに気にしてないですね。他の選手はどうなんでしょう。でも観戦してる時とか、ちょっとやっぱ遠くになるとスパイクの色で確認することとかありますね、実際。だからピッチの中にいる時はあんまり意識してないかなっていうのが答えになりますかね。はい、ありがとうございます。続きまして、みどりさんから、ヒロイ選手のインスタグラム公式アカウントができてとても嬉しく思っています。何かきっかけがあったのですか？はい、何日前だろう。はい、インスタグラムもですね、公式アカウントを作ったんですよ。きっかけっていうのはですね、これ正直あんまり写真をねパシャパシャ撮るタイプじゃなくて、なので、公式でやってなかったんですけど、やっぱり自分が写ってる写真を、楽しみにしてくれる人も、いるっていうのと、あとですね、偽物がいるんですよ、インスタグラムに僕の。しかもなんか結構本人かどうか分かんなくてタグ付けしてくれてたりとか、平松翔選手なんかもフォローもしてたんですけど、っていうのがあって、それはやっぱ他の人にも迷惑かかるし、ファンやサポーターの方も困惑するなと思って、しっかりちゃんとしたものを作って、はい、バンしたいなと思ってるんですけど、いかんせん僕にまだ公式マークはつかないので、通報しても偽物じゃないと思いますってことで、こう削除されないんですよね、偽アカウントが。どうしたもんかなと思ってるんですけど、はい、それも大きなきっかけの一つですね。始めたからには、はい、楽しくやりたいなと思いますんで、よろしくお願いします。次がミキ・イワメンタルさん、これ新潟戦の日ですね。新潟戦の帰りにサービスエリアのトイレ休憩で選手の乗ったバスに遭遇したと。息子と友達がトイレで何人かの選手と遭遇しましたと。こんな時に、声かけていいのかなっていうことと、イワメンタルさんはですね、寒かったので上着を着てたのでユニフォームはあまり見えない状態でした。通りかかった選手はサポーターに気づくものなんでしょうかということで、声は全然かけてくれて構わないです。構わないっていうか、気さくに声をかけていただければと思います。赤の制限のユニフォームとか着てたら一発でわかりますね、僕たちも。気づいてほしかったら、雪が降ろうが雨が降ろうが上着を脱いで赤いユニフォームで練り歩いてもらえれば、はい、僕たちは気づくので、そのタイミングで挨拶してくれれば、はい、いいかなと。よろしくお願いします。次がゼロスタイルさん、5人の交代枠を使い切った後、試合に出られないことになった控え選手としてはどのような気持ちで試合を見ていますか？やはりチームの勝利を信じていることとは思いますが、他にもどのようなことを考えながら見ていたのでしょうか？そうですね、僕の場合は、もちろんチームの勝利を信じながら、そうだな、自分の出番が、なくなってはしまったので、なんか戦術的なこととか考えたりとかしてるのが一番多いですかね。あとは仮にこう近くに来たりとか時間があった時に声かけるとしたらどんなことがいいのかとか、はい、そういうところは勝利とかチームのポジティブになること、1% でも 0.1% でもなればいいなと思うことは、やろうと思ってるので、はい。あとね、あれなんですよ、その脳震盪があった場合はもう一人交代できるので、なのでもう完全にぶつ切りにするっていう気持ちをね、こともないですね。少しだけつないでおきながら、あとは戦況を、本当に流れとかそういうのをこう見てるって感じですかね。はい、大丈夫でしょうか。次が YouTube のコメント欄からかな、これは。ところおるさん、庄司選手が以前いた時と別人のように明るく可愛らしいけど頼もしくなったように感じます。結婚されたのも大きいのかなと思いますが、広井選手から見てどう思いますか？はい、まさに別人のように明るく可愛らしく頼もしくなったなと、はい、思ってます。
結婚されたのも大きい。まさにそうっすね。はい、トコロールさんの言う通りかなと思いますけど、去年来た時によく喋るようになったりとか、コミュニケーションを取るようになっていて、以前よりなんか長崎に、その前のシーズン2020シーズンですかね、でも最後ね2ヶ月か3ヶ月ぐらい長崎にレンタル移籍したんですけど、まあ、レンタル移籍したけどなかなか出番がないっていう状態が続いていて、ほのやが、まあその時にこう黙々とやっててもしょうがない、やるならどうせサッカーをやるなら楽しくやろうみたいな感じで、なんか自分の中でその辺でスイッチが入ったみたいですね。そんな話をしたのは僕は覚えてますけど、まああとはどうですかね、まあ、責任感とかそういうところもやっぱり大きくなったんですかね。奥さんができてっていうのが、やっぱ大きいのかなと思いますけど、どんどん良くなってると思うので、はい、まあ、今じゃチームに欠かせない選手だと思うので、ね、でもこれに満足せず、もっともっといい選手になってほしいなと思ってますし、僕も彼から学ぶものっていうのはたくさんあるので、はい、切磋琢磨していければなと思います。はい、続きはアイリスさん、自転車で温泉に行くのはありですか？自転車で行ける距離に温泉があるんですけど、温泉入ってからまた自転車に乗って汗かいてしまうのはどうかなと思ってしまう自分もいますということですけど、どれぐらいなんですかね。結構しゃかりきに漕いで到着するのか、こうゆるっと漕いで5分10分で着くのかでちょっと状況変わると思うんですけど、僕はめっちゃありだと思いますね。特にこの時期はちょっと夜風もまだ涼しいというか、暑くもなくそこまで寒くもなく気持ちいいと思うので、それで自転車に乗りながらこう夜風に当たって帰るとか考えると、僕はすごい幸せな時間かなと思いますね。一回試してみてもらって、その感想を教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで質問は以上です。ありがとうございました。今日何話そうかなと思ったんですけど、一個最近のニュースで気になったというかことがあったので、ちょっとこれについて話してみますかね。ちょっとなんか真面目っぽい感じになっちゃうかもしれないんですけど、お付き合いください。秀岳館高校サッカー部の、ニュースは皆さん知ってますでしょうか。体罰問題とかですね、その後の何ですか、対応の、問題がすごい話題になってると思うんですけど、皆さんはあれを見てこう何を感じましたか。僕はですね、もちろん体罰は言語道断ですし良くないなっていうことはあるんですけど、対応のこの良し悪しはちょっと置いておいて、僕はこの一件の騒動のからこう学びがあったと思っていて、僕自身はこれは自分自身っていうのをアップデートしていくことっていうのがすごい大事なんだなっていうのをこの問題を見て感じました。時代っていうのはやっぱり常にこう変化しているので、昔の感覚でいるとやっぱいつの間にか置いてかれてしまうんだなということがなんか本当に露骨に出てしまったなと、正直ね、スポーツ界っていうのは少し前までは体罰っていうところは事実ありましたし、スポーツ界に限らず学校の先生とかが生徒を叩いたりするっていうことも ある意味普通というかね、そういう時代もあったんですけど、もう今は昔は良かったことでも今は本当に、本当は昔もダメなんですけどね、昔は良しとされてたものが今はやっぱりダメになる、こういうことってこの体罰問題以外にもやっぱりいろいろあると思うんですよね。なんか昔はこうだったよとか、若い頃はこれで良かったっていうことがあると思うんですけど、それをこう強く持ちすぎて今起きてることとか新しく流行ってきそうなものとかをこう拒否していると、時代が変わっているのにも気づけない、そしてこう浮いた存在になってしまうなっていう、僕は監督を見ていてすごい思いました。サッカーでもね、こう戦術とかっていうのはやっぱ日々変わってきていて、僕がプロに入った頃と今ではもう全然違います。ルールもそもそもサッカーのちょっと変わってたりとか、そういうこともあるぐらいなので、自分の経験とか、そのキャリアとかに頼ってるんじゃなくて、やっぱ自分自身がね、その戦術が進化していったりとか、選手の質が進化してるっていうところに気がついて、自分自身がやっぱ変わっていくってことをやっぱり意識しないと、必要とされる選手にはなれないんじゃないかなというふうにすごい感じました。なんだろうな、
だから変化を楽しむ気持ちっていうのがすごい大事なのかなと思いましたね。生き方とか、サッカーに限らずですね、生き方っていうのはその人それぞれなので、正解っていうのは全然ないんですけど、なんか変わっていく自分っていうのを楽しめると思っていれば、新しいことにチャレンジするハードルっていうのは下がっていくと思います。新しい自分に会えるっていうことは僕自身はすごいワクワクすることだなっていうのは、ここ数年ですね、自分なりにいろいろチャレンジしているつもりなので、はい、ワクワクすることだなとすごい感じてますんで、なんか昔過去をね懐かしんだりとか、時には振り返ったりとかして見るのもすごいいいと思うんですよね。実際僕もすごい歴史が好きだったりとか、言葉でも温故知新という言葉がすごい好きで、これは古きを訪ね新しきを知るっていうことなんですけどね、大体人間の悩みだったりとか学びっていうのは、もう過去の人間が同じように悩んだりとか、考えてきたことっていうのはあるので、そこから知ることっていうのは多いんですけど、やっぱり時代に合った生き方だったりっていうのは日々変化すると思うので、この辺はですね、この修学館高校の問題を見て感じたところです。うまく話せてるかな、これなんとなく伝わってもらえれば嬉しいです。はい、次はどうしようかな。何個か話したいことあったんですけど、これからね、この YouTube でちょっとやっていきたいことは一つちょっとここで発表しとこうかな。やっぱりですね、僕ね、動画にもやっぱチャレンジしてみたいなと思ってて、で、星野さんとも、いや、あれだな、ちょっとその前に星野さんのあの山口線のカメラ映像、皆さん見ましたか？僕の常言公式がアップしてたものを Twitter でリツイートさせてもらったんですけど、決勝ゴールのシーンで、ゴール決めた竜兵はベンチの方に来たんですけど、アシストみたいな、アシストのアシストみたいなものをした松本大輔選手と杉浦恭平選手がゴール後にこう撮ったリアクションっていうのを撮ってたんですけど、あれはめちゃくちゃ良かったな。星野 B 相当グッジョブですよね。あれは僕が見てもちょっとこう胸が熱くなるものがあったので、ああいう瞬間をこうカメラに収めてもらえるっていうのは僕たち選手からしても嬉しいことですし、ファンやサポーターの方にとってもすごい良かったんじゃないかなと思いますね。はい、星野さんナイスでした、ありがとうございます。でちょっと脱線しましたけど、はい、その星野さんがこの YouTube もプロデュースしてもらってて一緒にやってるんですけど、やっていきたいことってちょっと前に話して、動画の街探検、ブラ拾い、ブラタモリならぬ、これはやっぱやりたいなと思いますね。金沢って本当に歴史が息づくとてもいい街なので、その辺をですねこう歩いて紹介というか、できればね、僕的には詳しい人が、もろブラタモリですけど、詳しい人が一人ついてもらってガイドをお願いしたいな。はい、そしたらちょっと俺が一番楽しめるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、誰か詳しくてガイドできるって人いませんかね。でタイミングはね狙ってるんですけど、ちょっと一日のオフだと厳しいなと、体のことも考えると、なので2連休があれば行きたいなと、そのうちの一日を使いたいなと思ってるんですけど、今年始まって2連休はまだ1回だけです。そして今月は試合が多いのでオフは2回ということで、2連休はあるんでしょうか。10月でシーズンが終わるような結構ギュッと詰まったシーズンになるので、2連休がどっかでポンと現れることを願ってます。はい、ということでやってみたいことの発表でした。今日はこれぐらいしますかね。はい、また山口に勝ってですね上向いてくると思うので、1週間いい練習をして次の試合に臨みたいなと思います。この番組ではあなたからの質問、お悩み、メッセージをお待ちしています。 Twitter でハッシュタグひろいとものぶチャンネルをつけて投稿してください。 DM でも OK です。 YouTube のコメント欄でも OK です。それでは朝聞いてくれた方はいってらっしゃい、昼に聞いてくれた方はもう一踏ん張り、夜に聞いてくれた方はおやすみなさい。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りしました。